こんにちは、フィリピンチャンネルの森口です。フィリピンは人口が増え続けて、2014年には1億人を突破して、平均年齢が約24歳と若く、人口ボーナスが2050年頃まで続くと見られています。長期的に経済が発展する可能性を秘めているフィリピンで、これからフィリピン株の購入を考えている人や、すでにフィリピン株へ投資をしている人の参考となれば嬉しいです。今週の注目する銘柄は、アボイティスパワーコーポレーション、ティッカーシンボルは AP です。セクターは産業、サブセクターは電気、エネルギー、電力、水です。アボイティスパワーは、フィリピン中部のセブ島のアボイティス家が設立したコングロマリット、アボイティスグループの発電部門です。コングロマリットは、消費財、公益事業、金融、工業の4分野で事業を展開しています。1998年2月13日、アボイティスパワーは、アボイティスエクイティベンチャーインクの完全子会社として正式に設立され、アボイティスグループのすべての電力関連事業と、投資のための持ち株会社となりました。アボイティスパワーは、アボイティスグループの電力関連事業、および、投資の持ち株会社として、多様な資産への投資、保有、取得を担っています。また、同社の事業分野に携わる商業、工業、製造業などの企業に対して、運営、管理、技術サービスや、アドバイスも提供しています。アボイティスパワーは、発電、供給事業を行う発電事業、配電、販売事業を行う配電事業、当社事業、電力小売事業、電力関連サービスを行う親会社、その他に区分されています。発電事業は、アボイティスリニューアブルズインク、ルソンハイドロコーポレーション、ヘドコアインク、SN アボイティスパワーマガットインク、AP リニューアブルズインク、サーマパワーインク、サーママリンインクを通じて行っています。配電事業者は、リサヤンエレクトリックカンパニーインク、ラバオライト&パワーカンパニーインク、コタバトライト&パワーカンパニー、サンフェルナンドエレクトリックライト&パワーコインクが含まれます。電力小売やその他の関連サービスは、アボイティスエナジーソリューションズインク、プリズムエナジーインク、アドベンテナジーインクなどの子会社を通じて提供しています。アボイティスパワーの収益の大部分は発電事業から得られており、かなりの部分は配電事業から得られています。売上高のほとんどは、民間電力会社、国営電力会社、産業、商業顧客との二者間契約によってもたらされています。アボイティスパワーの現在の会長は、サビン・アボイティス氏です。サビン・アボイティス氏は、2018年5月12日より、AEV の取締役に、2020年1月1日より、アボイティスパワーの社長兼最高経営責任者に選任されています。以前の最高経営責任者は、兄のエラモン・アボイティス氏でした。サビン・アボイティス氏は、2014年5月から2015年5月まで AEV の第一副社長、2015年5月から12月まで上席副社長、執行副社長、兼最高執行責任者に就任していました。また現在、ユニオンバンク・オブ・ザ・フィリピンの取締役を兼務しています。サビン・アボイティス氏は、米国のワシントン州スポケーンにある、私立のゴンザガ大学で経営学の学位を取得しています。フィリピン最大の再生可能エネルギーを所有、運営会社である AP は、クリーンエネルギーを求める世界的な動きを支援するため、2030年までに再生可能エネルギーと火力のポートフォリオを50対50にすることを目標としています。この戦略を支えるのは、AP が国内外でより多くの再生可能エネルギープロジェクトに投資する一方で、増大するフィリピンのエネルギー需要を支えるため、天然ガスを中心としたベースロード発電所を選択的に建設する計画であることです。今後10年間、AP は国内外においてクリーンエネルギーポートフォリオをさらに拡大し、同国の再生可能エネルギー市場の構築と世界の再生可能エネルギー目標への貢献を目指します。AP はフィリピン政府が推進する再生可能エネルギーの普及とその成長を長年にわたって支援するとともに、クリーンエネルギーを求める世界的な動きを後押しすることに尽力しています。
この移行を通じ、フィリピンのより持続可能な未来に向けた変化を促進することを期待しています。また、AP は、今年の十分な電力供給を確保するために、バターン州の石炭火力発電所の完成、再生可能エネルギーのポートフォリオの拡大、電力設備のアップグレードのために、今年の設備投資に280億ペソを充当します。今年の設備投資額は、昨年割り当てられた230億ペソより 21% 高いものとなっています。これには、GN パワー、リンギニンリミテッドの建設、GN パワー、マリベレスエナジーセンターリミテッドの全面改修、太陽光、水力発電所の建設、バッテリーエネルギー貯蔵システムプロジェクトが含まれています。残りは、主に2022年の選挙期間中に十分なベースロードを確保するための事業維持に割り当てられています。また、2024年から2025年までに商業運転を開始する予定の721メガワットの再生可能エネルギープロジェクトを優先的に開発しています。アボイティスパワーの時価総額は、3月29日現在、2612億3000万ペソです。世界の同業他社のトップ5は、タイ企業が2社、中国企業が2社を占めています。1月1日付で、タイのガルフエナジーデベロップメントパブリックカンパニーリミテッドの時価総額が171億1500万ドルと世界で一番時価総額が大きい企業です。アボイティスパワーの2021年1月から9月期までの純利益は157億ペソで、そのうち56億ペソは第3四半期に計上されました。この9ヶ月間の純利益は前年同期と比較して 124% 増加しました。第3四半期は前年同期比 70% 増の56億ペソとなりました。 AP は GNPD1 号機の試運転による収益、水力発電所からの流入量の増加、サーマルソンインク、サーマサウスインク、サーマビサヤスインクの設備の稼働率向上、WESM 配電量の増加が好調の要因であると述べています。また、GNPD1 号機の建設遅延に伴う損害賠償請求や、GN パワーマリベレスセンターリミテッドに起因する事業中断請求に対する最終支払いを受けることができました。AP は、すでに様々な開発段階にある、数多くの新規発電プロジェクトをラインアップしています。これらの新規プロジェクトに加え、同社のベースロード発電所は、稼働率と信頼性において、ベンチマーク目標を大きく上回るパフォーマンスを発揮しています。AP の目標は、今後10年間で、9200メガワットの帰属可能な純売電容量を確保することです。そのうち、4600メガワットは、様々な再生可能エネルギー源から供給される予定です。4600メガワットの再生可能エネルギー容量を達成するために、AP はクリーンエネルギーポートフォリオの下で約3700メガワットの再生可能エネルギー容量を追加で建設する必要があり、1900億ペソを費やす用意があります。AP の発電及び小売供給事業は、第3四半期に323億ペソの EBITDA を記録し、昨年から 27% 増加しました。2021年第3四半期の販売容量は 8% 増の3663メガワットとなりました。販売電力量は 11% 増の18442ギガワット時となりました。同期間配電事業の EBITDA は61億ペソを記録し、前年同期比 5% 増となりました。販売電力量は消費電力量の増加により 5% 増の4197ギガワット時となりました。AP の連結総資産は2021年9月末時点で4052億ペソとなっています。AP の2021年上半期の決算内容は、売上高営業利益率は 24% でした。売上高営業利益率は効率よく利益を出しています。ROE は 7.74%、ROA は 2.70% でした。ROE と ROA は目安より低く、効率よく利益を出せていません。
自己資本比率は 34.89%、 流動比率は 127.68%、 当座比率は 101.27%、 負債比率は 186.61%、 固定比率は 226.10%、 固定長期適合率は 94.55% でした。自己資本比率、流動比率、当座比率は高く、良い状態です。借金への依存度は高いですが、資金繰りはそれほど苦しい状態ではありません。キャッシュフローマージンは 29.06%、利益構成比率は 66.67% でした。効率的にキャッシュフローを稼いでいますが、安定的なキャッシュフローは見込めません。EPS は 1.38 ペソ、BPS は 18.25 ペソ、PER は 12.12 倍、PBR は 1.83 倍でした。当期純利益がマイナスで赤字だったことにより、PER はマイナスとなっています。PBR が低く株価は割安です。経営状態と株価を総合的に見ると、5段階評価は B ランクで普通です。AP の週足チャートは2017年に200週移動平均線を割り込んでいましたが、約5年ぶりに200週移動平均線を突破しています。また20週移動平均線は200週移動平均線をクロスしており、50週移動平均線は上を向き、あとわずかでゴールデンクロスしそうです。現在20週移動平均線をトレンドラインとして上昇を続けています。MACD、RSI はともに上を向いていて、上昇トレンドを継続しています。しかしライジングウェッジのパターンが現れており、この先下落に転ずる可能性があるので注意が必要です。強気トレンドの場合は20週移動平均線付近で反発、普通トレンドの場合は 30.28 ペソ付近で反発、弱気トレンドの場合は 27.89 ペソ付近で反発する可能性があります。株価のサポートは 36.50 ペソ、レジスタンスは 29.30 ペソです。フィリピン株式市場は先週 28.04 ポイント 0.39% 上昇して 7152.88 ペソで取引を終えています。年初からは 0.42% 上昇をしています。フィリピンのインフレ懸念はまだ残っていますが、最近行われたロシアとウクライナの和平交渉に投資家が楽観的な見方を示したため、センチメントはポジティブでした。外国人投資家は先週5億3960万ペソの売り越しとなりました。上記の表では過去10日間の平均価値が100万ペソ以上の銘柄のみを表示しています。先週最も上昇をした銘柄は DFNN インクで 19.92% 上昇をしています。 DFNN は1999年6月14日に IT ソリューションプロバイダーおよびシステムインテグレーターとして設立されました。セクターはサービス、サブセクターは IT です。先週最も下落をした銘柄はマークベンチャーズホールディングスインクで 12.23% 下落をしています。 MARC は完全子会社であるマークベンチャーズマイニング&デベロップメントコーポレーションを通じてスリガオデルスル州カンティランに位置する4799ヘクタールの面積をカバーする鉱物生産共有契約を保有しています。セクターは工業、石油、サブセクターは工業です。今週の AOTS 銘柄は全部で4銘柄あります。 MER が年初から 26.63%、 DMC が 16.47%、 GMA7 が 11.56%、 RLC が 5.73% 上昇をしています。マニラエレクトリックカンパニーは1919年5月7日に設立された民間配電事業者です。主な事業はフランチャイズエリア内の配電ネットワーク設備による電力の配電販売です。セクターは産業、サブセクターは電気、エネルギー、電力、水です。またフィリピン株式市場の週足チャートは50週移動平均線でバウンスをした後、先々週に引き続き先週も上昇をしたため、再び200週移動平均線より上で推移しています。
MACD は下を向いていますが、RSI は上を向いています。世界的に不安定な状況が続いているため、慎重な対応を推奨します。株価のサポートは6270ペソ、レジスタンスは7500ペソです。チャンネル登録もよろしくお願いします。